機械の稼働状況を把握したい、燃費や作業効率を向上させたいなど、世界の現場の声に応えて生まれた日立建機のコンサイト。あなたの機械を常にベストの状態に保つフルパッケージサービスです。機械を長く良い状態で効率的に使い続けたい、そんなお客様の声を実現します。最新のテクノロジーとシステムで24時間365日あなたの機械を見守るパートナー、コンサイトはシーンに合わせた様々なソリューションでお客様の毎日のビジネスをサポートします。機械のカルテともいえるデータレポート、月ごとの定期レポートと緊急レポートの2種類のレポートでお客様に機械の稼働情報をお知らせします。月ごとの稼働情報サマリの定期レポートは稼働状況のモニタリングなど生産性の向上に有効です。アラーム情報をタイムリーにお届けする緊急レポートはお客様の機械の安定稼働、効率的な運用に貢献します。メンテナンス保証では標準保証に加え様々な延長保証メニューをご用意、機械の稼働状況に合わせた柔軟な対応を行っています。安心して機械を使いたい、ランニングコストを減らしたい、万が一に万全の備えが欲しいなど、お客様のニーズに合わせた保証をお選びいただけます。データレポートの情報を集約してお知らせするスマートフォンアプリコンサイトポケット、保有機の一覧や定期レポート、緊急レポート、稼働位置や稼働時間もスマートフォンで手軽に確認することが可能です。緊急レポート発生時にはプッシュ通知で即座にお知らせし稼働をサポートします。機械の日常点検をスマートフォンで簡単に行えるコンサイトショット、機械の状態を写真で撮影し不良箇所をチェックしコメントを入力するとその内容が管理ウェブ画面に反映されます。情報を即座に共有し機械の状況から修理・部品の手配が行えます。またレンタル事業をされているお客様の場合、保有レンタル機械の入出庫管理にもお役立ていただけます。稼働音や測定データから機械の状態を診断するコンサイトヘルスチェック、今までは専門知識と技術を持つエキスパートしか対応できなかった一次診断がアプリを使い誰でも診断が可能となりました。インジェクタ診断では稼働音をアプリが測定し異常有無を診断します。ポンプ診断では車体にスマートフォンをつなげアプリを使い短時間で油圧ポンプ状態を診断し結果を表示します。ポンプ性能の低下やエンジンからの異音といった故障兆候を事前に把握することでダウンタイムコストやメンテナンスコストを低減します。機械の血液ともいえるオイル、血液が体の老廃物を取り除くようにオイルもコンポーネント内部を洗浄しています。そのためエンジンオイルの場合、稼働するにつれ燃料やオイルの燃えかすがエンジン内部に付着し燃費が悪化していきます。またオイルが劣化しエンジン内の金属摩擦が増えると、最悪の場合ピストンリングの固着、ベアリングの焼き付きが起きる可能性があります。このようなマシントラブルを低減するにはオイルの状態把握が必要です。日立建機のコンサイトオイルは業界初、エンジンオイルと作動油の2種類のオイルセンサーを搭載、24時間365日稼働中の機械のオイル状態を監視します。従来の定期オイル分析に加え、センサーでオイルの異常を検知することで予防保全と機械寿命の延長に貢献します。オイルの異常な変化をお知らせ、コンサイトポケットを使いスマートフォンでの受信も可能です。詳細分析、点検、修理まで一貫してサポートし、機械のダウンタイムの軽減、ライフサイクルコスト低減に貢献します。コンサイトは最新のテクノロジーとシステムで24時間365日お客様の機械を見守るパートナー、機械を長く良い状態で効率的に使い続けたい、そんなお客様の声を実現します。
お客様がコンサイト定期レポートを保有期管理に実際に活用し、生産性の向上につなげている事例をご紹介いたします。こちらのお客様は、10トンから20トンクラスの油圧ショベルを29台保有されています。多くの機械を効率的に稼働させるため、稼働分析に高い関心をお持ちでした。定期レポートを使い、機械管理や燃料消費量、エコモード比率、無操作比率などの項目について重点的に振り返りを実施。燃費が基準以内に抑えられているか、無操作比率を 10% 以下に抑えられているか、作業内容に合ったモードを選択しているかなどをチェックし、その結果を生産性の向上に生かし、現場の効率的な機械管理に活用いただいております。また、定期レポートがメールで配信され、パソコン、携帯、どちらからでも確認できるユーザビリティの高さにもご満足いただいています。生産性の向上は経営において非常に重要なポイントです。スマートフォンでも稼働状況や定期レポートが確認できるコンサイトを活用することで効率の良い管理が可能になります。またエコモード比率を重視することで SDGs への貢献にもつながります。コンサイトを使った現場作業の改善提案でコスト削減を実現した事例をご紹介いたします。お客様が保有する20トンクラスの油圧ショベルの定期レポートにC 判定が出ている項目があったため、サービス員が現地調査を実施。ダンプトラックへの積み込み作業で旋回が多く、またアイドリングも多いことが判明しました。積み込み位置の変更をご提案したところ、積み込み時間を 21% 短縮、即日スタッフへのトレーニングを実施し、効率的な操作方法についてレクチャーしました。コンサイトの定期レポートから問題点を発見し、燃費改善と作業効率の改善を両立、現場の改善提案やオペレーションコストの低減をサポートします。緊急レポートを活用し、接触事故から修理まで最短時間で対応が完了した事例をご紹介いたします。お客様の20トンクラスの油圧ショベルからの緊急アラームを受信、すぐに支店の責任者からお客様に確認を依頼したところ、接触事故が起こったことが判明しました。詳細な状況を伺ったところ、接触事故の影響によりエンジンオイルフィルタが破損していることを確認。サービス員はコンサイトアラームで表示された修理用の推奨部品を持って、アラーム受信から40分後にはお客様のもとへ、到着から25分後には修理対応を終えました。今回のケースでは緊急アラームの受信から修理完了までわずか1時間、日立建機代理店でもお客様と同様のアラームを受信しているため、いち早く準備を進めることができたのが迅速な対応のポイントとなりました。結果、機械のダウンタイムを最小限に抑えることに成功しています。オーバーヒートアラームをきっかけに点検を行い、別の不具合箇所の発見につながった事例をご紹介いたします。お客様が保有する40トンクラスの油圧ショベルでオーバーヒートアラームが発報、ラジエータの清掃をご依頼し、アラームは一旦止まりましたが、翌日再び同じアラームが発報されたため、現地で点検を行うことに。するとラジエータの目詰まりが改善されていないことが発覚したため、実演をしながら清掃を実施しました。その際にコンサイトショットを用いて機械全体の点検も実施したところ、油漏れ箇所を発見。ラジエータの清掃結果、油漏れの状況もその日のうちに点検レポートとしてお客様へ提出し、ご納得いただくことができました。コンサイトのアラームによってオーバーヒートを事前に防ぎ、その際に行った予防保全点検でも修理が必要な箇所を発見。
機械の故障につながる予兆を検知し、迅速に対応したことでトラブルを未然に防ぐことができました。コンサイトオイルを活用した重大リスク回避の事例についてご紹介いたします。ある機械よりエンジンオイルの導粘度低下によるアラームが発報、基準を大幅に下回る低品質のエンジンオイルを使用していたことが原因でした。コンサイトオイルのレポートをもとにサービス員がリスクをご説明し、純正のオイルに交換、不適切なオイル使用によるエンジンの不具合を未然に防ぐことができました。別の事例では、40トンクラスの油圧ショベルのコンサイトオイルセンサーがエンジンオイルの急激な導粘度低下を警告、外部からの衝撃で燃料パイプにクラックが発生し、燃料がエンジンオイルに混入していました。もしもこのまま稼働させ続け、エンジン部品に大きな故障が起きた場合、数百万円もの修理費と2日から3日のマシンダウンが発生するところでしたが、事前に対策を行ったことでリスクを回避できました。日立建機独自のアルゴリズム開発により、最新のオイル監視センサー技術を備えたコンサイトオイルで、オイルそのものの状態を常時監視、機械の異常を検知し早期に不具合を予兆、いち早く修理対応を行うことでエンジン破損などの重大リスクやダウンタイムを最小限に抑えることが可能に、お客様の大切な機械をより長くより安心にお使いいただくことでライフサイクルコストの低減に貢献します。日立建機のサービスノウハウ、使いやすく開発されたツール、予兆検知技術とサポート体制が結集したフルサポートパッケージ、コンサイト。コンサイトはこれからもお客様と共に課題を解決していきながらメニューの拡充をしていきます。日立建機はコンサイトによって世界中どこでもどんな現場でも高品質でスピーディーなサービスを提供し、お客様の機械の安全な稼働とライフサイクルコストの低減を実現します。